6階、すごい。はい、ということでなんと大浴場に来ました。待って、もう見えるんですけど、ガチですごいんで、早く、ちょっと早く行きましょう、早く。わー、すごい、ジェットバス。あ、座るやつですね。え、すごい。だって暑そう、待って、暑そう。暑いですね。かなり暑いです。あっ、超見つめる、見つめる。すごい贅沢な、本当に贅沢ですね。ちょっと2人の方が早いかも。何、まだ早いかも。こんな贅沢させられないかもしれない。ダメ、まだまだまだダメですか。この味を覚えてしまって大変だから。確かにこれからこれしか、これ慣れちゃったらやばい。ビーズ。やばい。はい、ということで会場に着きました。イエーイ。このネクジェネフェスは各都市からのグランプリが集まったファイナルバトルとなっているので、各都市の1位、マジの1位が決まるイベントになって、はい、グランプリが決まります。大事なんです、本当に。ということで私たちは真面目に取材をしないといけないんですよ。本当に取材を頑張りましょう、はい。全都市選抜のグランプリも決まるということです、はい。この辺も見どころということで、はい、ドキドキですね、こっちもね。ドキドキチャンネル。ね、笑わないで真剣にしてるから。ドキドキチャンネルです。はい、せーの、それでは行ってまいりまし、しょもな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 、行ってきます。各都市のネクジェネのグランプリを獲得した方に登場していただきます。まず1人目の方です。どうぞ、お願いします。真ん中にお願いします。お願いします。じゃあまずお名前の方お聞きしてもいいですか。大井空です。14歳です。え、ちょっと待って。え、本当に最近の子って本当に大人っぽくない？いやびっくりしましたね。じゃあ、 今日の意気込みをお願いします。一生懸命頑張ったけん、その成果を出せるように頑張ってきます。おー、かわいい。ゲームも入って、吉島さんでした。ありがとうございました。頑張ってください。次はお二人目の方です。どうぞお願いします。どうぞ、お願いします。お名前をお願いします。カレンです。17歳です。お、高校は次、高3です。同い年だ、同い年だ。ここカレンです、ね。
と今まで頑張ってきたので全国の1位に立てるように頑張ります。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ次は3人目の方に来てもらいたいと思います。どうぞどうぞ。お願いします。ちょっとちっちゃいことお名前気にしてもいいですか。あ、川崎蓮香です。蓮香ちゃん、はい、17の代です。あ、ということは高校2年生。今2年生。はい。おー、同じ。同じ、同じですね。じゃあ本日の意気込みをお願いします。はい、後悔しないようにグランプリ勝ち取ります。頑張ってください。頑張ります。次は4人目の方です。はい、どうぞお願いします。どうぞ。こんにちは、お願いします。お願いします。お名前お聞きしてもいいですか。池田真帆と年齢はいつ。今16歳です。おは高校生。韓国一番。同じ年だ。意気込みをちょっとお聞きしてもいいですか。はい、グランプリにふさわしいのは私だと思ってます。お、絶対グランプリ取ります。すごいいいですね、なんかその言葉。意気込みって感じが。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ次は5人目の方に来てもらいたいと思います。どうぞ。お願いします。お願いします。お願いします。かわいい身長が。おぉ、いいテンションですね。ありがとうございます。いいキャラ。お願いします。須藤愛香です。愛香、今17歳です。え、高校2年生です。高校2年生。あ、同い年です。次、高3になります。同い年です。意気込み、はい、今まで配信や投票でいろんな方に協力していただいてすごくいつも感謝しています。みんなに恩返しをするためにも絶対に私がグランプリを取るので見ていてください。はい、ということで頑張ってください。ありがとうございます。お次は6人目の方です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。お名前をお聞きしてもいいですか。タナモリユナです。16です。お、同じ年だ。すごい大人っぽい。今回の意気込み、伸びしろナンバーワンの私が絶対グランプリを獲得します。うわぁ、伸びしろナンバーワンなんですね。伸びしろナンバーワン、頑張ります。頑張ってください。7人目の方に来ていただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、お名前教えてください。後藤愛理です。高校2年生の17歳です。おぉ、伸びしろ、伸びしろいいですね。じゃあ意気込みの方聞いてもいいですか。最後まで私らしく頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ最後の8人目の方お願いします。どうぞ。お願いします。真帆です。高校1年生の16歳です。1個下？待って、高校1年生1個下？全然見えない。じゃあ意気込みの方。配信だったりとか投票ポイント数での争いっていうかあったんですけど、やっぱりその一番大事なのは最終のステージだと私は思ってるので、最後のステージで一番輝けるように頑張ります。めちゃめちゃしっかりしてる。すごい。一個下だったよ。頑張ってください。ありがとうございました。なんかすごい一人一人がちゃんと自信があって、なんか自分っていうのがなってて、なんか負けないみたいな感じがちゃんと伝わってきたので、すごい私も見習いたいなと思います。みんなすごい大人っぽくて、うん、みんなしっかりしてた。めっちゃ大人っぽくて、これからね、ステージで見るのがすごく楽しみです。頑張ってください。皆さんファイトです。今さらなんだけどさ、ひなちゃんがすごい妹感あるよね。今日ですか。身長的な問題とか。今日ちょっと持っとけばよかったな。持っても、でも妹ですよね、やっぱりどう見ても。行こうか、早くね。妹感あるよね。身長欲しいな。おもろい。めちゃかっこよかった。本当に同い年付近とは感じない。
制服の時とは目つきがすごい変わるので、なんかびっくりしました。本当にすごい、言葉にならない。いや、相当圧倒されてます。はい、すごかったです。あとはグランプリの結果を待つ時なので、緊張しますね。はい、ということで今から、全都市選抜のステージに出る子たちの、様子をね、見に行きたいと思います。それでは地区予選を勝ち抜いた選抜の皆さんにご登場いただきましょう。みんな授業開始するよ、入ってきて。どうも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 、投票や配信を応援してくださった皆様に
すごく大きな恩返しをできたんじゃないかなって思います。ありがとうございました。これからの目標、夢ってありますか？私は役者になるのが夢なので、役者こういう配信の場でのスキルだけじゃなくて役者としてのスキルも磨いていきたいなと思います。名前を呼ばれた瞬間の率直な気持ちはどうでしょう？すごく良かったっていう気持ちと、自分が取れるって信じてたので、やっぱりっていう気持ちでなんか混ざってよく分からなかったけれど嬉しかったです。はい、じゃあこれからの活動を応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでイベントが終わって夜ご飯にアメリカンビーチに来ました。ご飯は何食べますか？888で、お肉ガッツリ。はい、ということでお肉が届きました。あー、美味しそう。美味しそう。やばいの、本当にやばいの。このなんでこんなにレアなの？やわらかい。いただきます。熱い。熱い。やばい、これは美味しい。はい、はい、食べ終わりました。完食、ごちそうさまでした。綺麗に食べ終わりました。はい、美味しかったです。前美味しかったです。じゃあホテル帰りましょう。はい、帰りましょう。すぐ寝ます。バイバイ。じゃあジャンプして。え、この状態でですか？せーん。はい、それでは1日目終了したので、おやすみなさーい。おやすみなさい。皆さん2日目ね。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。皆さんおやすみなさーい。おやすみなさい。皆さんおやすみなさーい。おやすみなさい。今日のお昼ご飯は A&W です。イエーイ。わかんない。なんかね、みんなで切り分けられた。あ、そういうこと。これにしてモッツァーバーガー。え、ね、ね、ガチそれ思った。やめてよ。それにする気なのね、あなた。うまっ。で、集中して。はい、はい、ということで美ら海水族館に来ました。沖縄が終わりました。早かった。早かったね。もうあっという間でしたね。なんかその肉汁、うん、もうすごいなんか刺激的で、取材だったけどなんかできてよかったなみたいな、参加することができてよかったなってすごい思いましたね。そうですね。刺激的なに影響を与えられました。はい。今年もキャンパスコレクションがあると思うので注目してみたいなと思います。はい。以上、ここひなちでお送りしました。お送りしました。東京帰ります。シャキン、シャキンじゃないよ。今日も